ね、茶畑の間めっちゃいいじゃん、うん。ということで今回なんですけれども、はい、静岡ずいぶん近くないそれもなんで仲良しってことでいいじゃん。まあ、仲良しでもいいんだけどさ、ちょっと近いんだけどそう、うん、まあ、静岡にね、今来ておりまして、うん、まあ、ある車中泊場所に泊まっていて、そこはちょっと後々ご紹介させていただきたいんですけど、なんか、静岡もそうなんですけど、まあ、いろいろこう僕ら旅をしていて、うん、結構細い道って訪れるんですよ、うん。まあ、そういう細い道に遭遇するたびにこのサイズ感でよかったなみたいな、うん、多分なんかもっとだからドライビングテクニックとかあればなんかワイドでもねスルスルっといけちゃう人もいるのかもしれないけど、うん、っていうので、まあ、今回はこう静岡に遊びに来てちょっと不意に近所散歩ドライブみたいのしたんですけど、まあ、そこにも結構細い道がいっぱいあって、改めて振り返ってみるとやっぱこのなんでこのサイズにしたのかなみたいな、うん、っていうのがちょっと話題に社内でもなりまして、うん、なぜ僕らがこの標準ボディのハイエースを選んだのかっていうのをちょっとご紹介したいと思います。なんかこの辺、うん、茶畑多いじゃん、うん、ちょっと茶畑を走りたいなと思ってて。あ、いいね。そうそう、あの辺行きたいなっていう、ね、あそこに見える、うん、この茶畑。そう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 、意外といけるよね。そこが問題じゃない？え？ここ？ここでいいでしょ別に。だんだん険しくなってまいりました。大丈夫かな大丈夫かな心配になってたの、うん、ちょっと荒れてるね。荒れてるよちょっと。でもねやっぱねハイエースこれより上のサイズ感だと険しい道は結構、うん、結構あるよ、うん、いやなかなかだねここも。え、よか怖っ。マジで。もう平気？うん、ああよかった。やっぱね、よかったハイエースで。だワイドだとちょっときついよね今の道とか。なんか結構行ってるよね、うん。ここワイドだったらきつかったね。そう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 。うん。まあでもワイドはとりあえず2人でワイドはちょっと大きいかなってなったじゃん最初。そうだよね。うん、もともと機材車として買ってたし、うんうんうん、っていうのもあったけど、そうだ仕事で使う機材車だから、うん、基本的にはそうだよね。ロケとかで入っていけない道があるっていうのはちょっと仕事にね支障が出ちゃうから。あと都内の駐車場とかすごい狭いじゃん。そうそうそう、移動がね、うん、基本的に都内の駐車場止めたりするから。アナローでルーフも標準ルーフじゃないと、うん、そうだね、あの普通にあの立体駐車場に入んないんだよね。そう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 。とはいえねやっぱワイドはかっこいいし、いやちょっと憧れるよね。超憧れるけどね。広いのは羨ましい、うん、単純にもう旅だけやろうぜってなったらもうワイド一択だと思うわ、うん。あとはさ、ナローでも不便じゃなかったっていうところだと、うん、あれだよね。あ、これね、甲州七不思議なんだって。おお。どこにあるの？行ってみるか、せっかくだから。マレーシア。ここだって、せっかくだから行こうか。どこにあるの？で、ナローの良さ。ナローの良さは、うん、一旦置いてもらって。
置いとこうか。なんかそこにも見えちゃってるけど、こういうのありますって見えちゃってるけど。岩壁から石が生まれるという不思議な現象が。あ、そうなんだ。へえ、それはすごいね。めっちゃいいじゃん。探索できるじゃん。うわ、すごっ。めっちゃ綺麗じゃん。これなんかお茶のさ、お茶の葉っぱの上に立てられてる看板っていうのがいいよね。え、あれ？すごっ。一番でも左じゃない？うん、一番綺麗なやつ。あれ、うん、あれかもね。ね、すごい、本当だ。我が家に帰ろうか、うん、近所ドライブ。近所がすごいいいとこ多いね、やっぱ。良かったよね。ここはだからナローのハイエースじゃないと多分入れない。になったかっていうと、荷室だけで寝れるだからってことじゃん。うん、それはそうだね、うん、それはそう。うちは後部座席潰したくなかったからさ、後ろで、ね、だけで寝れるかが大事だったけど、それで行けたから、うん、だってさ、あのこのハイエースも後部座席潰して、うん、なんか全部フルフラットにできるやつとかあるじゃん、うん、あるある、カスタムで、うん、あれもすごいさ、あ、広くていいなって思うんだけど、うん、うちがフルフラットにしなかった理由は、うん、俺が座れるっていうことじゃん。あとはだからナローハイエースはあれだよ、高速のさ、うん、料金。ああ、そうだそうだ、そうだ、ね、それだそれだよね、うん、高速の料金若干違うじゃん、これ4ナンバーだから。そうそうそう、高速の料金だけじゃなくて、うん、あの維持費というか、うん、ね、そういうのがやっぱ違うから、うん、そうだね。2人旅だったら全然ナローでもおすすめかなっていう、うん、そうだね、うん。はい、ということで今回はこのハイエースの標準ボディの、うん、まあ、うちのね車をなぜ選んだのか、はい、というところについて、ご紹介させていただいたんですけども、はい、ご近所をね、あの車中泊場所からご近所ドライブみたいなことをしてちょっと散策したんですけど、まあ細い道いっぱいあったね。うん、結構ワイドだとギリギリもしくは行けないっていうところもあったんじゃないかな。なんか道の幅自体は結構広いんですけど、意外と溝があるとか、うん、なんかこうちょっとトラップが何個かこうあったりとかするので、そういうの含めるとちょっと難しいところもあるのかもしれないですね、うんうん、なんか僕らも結構聞かれていて、なんで標準ボディにしたのかとか、ね、ワイドになんでしなかったのとか、うん、結構聞かれる機会多いんですけど、僕らが撮影だったりとかも映像のお仕事をしているので、あの撮影で使う機材車として購入しようと、うん、はい、で、そのハイエースを選んだ時に、うん、あの実際にワイドにしようかとか、うん、もしくはハイエース以外にこうちっちゃい軽バンみたいなのにしようかみたいな話も出てたんですけど、うん、僕らが車を選んだ時って、あのちょうど都内で仕事とかも結構していたので、とにかく都内の狭い駐車場、あの狭い土地に作られている駐車場に止めないといけない機会が多かったんですよ。ハイエースだったら基本的にどこでも止められる。であとは、まあ、車中泊もね、あの行きたいなって、まだ全然僕ら今みたいにやってなかったんで、車中泊をするために荷室で寝れたらいいよねみたいな話からちょっとハイエースを選択したんですけど、まあ、実際にハイエースを見に行ってみて、荷室で僕が足を伸ばして寝れなかったらあんまり選ばなかったかもしれないですね。ね、なのでまずはその機材車として、使えるっていうところと、まあ、都内の駐車場とか狭いところどこでも立体駐車場とかでも入れられるっていうところと、あとは車中泊で使うように、僕180センチあるんですけど足を伸ばして寝られる椅子でっていうのを、まあ、実際にハイエース見に行ってみて、あの全部クリアしてるなと思いました。
て実際に今乗ってるのはこの標準ボディということになるんですけど、まあ、なので今後もこのナローの標準ボディのハイエースでいろんなところに行って挑戦して、ハイエースの良さも、ご紹介できたらなと思っております。はい、はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。次回もぜひぜひよろしくお願いします。ではまた長くしちゃった